ております。はい、こちらでですね、あの土屋先生の写真展が開催中です。こちらです。瞳の中の少女滝沢カレン土屋克芳写真展、期間が、6月1日から6月29日ですね、朝の10時から夕方5時半まで、休館日が土曜日日曜日祝日となっております。はい、では中の方に早速入ってまいりたいと思います。土屋先生こんにちは。こんにちは。オリンパスライブの方からやってまいりました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。こんなこじんまりしたところで写真展をやってます。懐かしい写真が彼の15、6歳の時を今回展示してます。で、一部構成、二部構成ってありますんで、まずはご覧いただいて、懐かしい写真になってます。一応2年前にルデコで発表したやつを焼き直しなんですけど、今回、写真展に2つ、同時開催で、15、6歳の時のと17、8歳の時のと二部構成でやる写真展で、人の役に仕上がって、今度1ヶ月ロングランでやってますので、若い時の写真を見たくない人はこちら、今日来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまずはこう、あれですかね、こちらの最初の初期、15歳の終わりの時に初めてこんな大きなカメラで撮りましたっていうシーンがここのシーンですね。オリンパス E さんで撮ったのかな。まだ笑うか睨むしかできないっていう感じ、それがこの時の写真で、撮ったんですね。で、光の中の少女みたいな、水も飲まないと、みずみずしい若々しい、光を溜めて撮った写真。だから本当にまだすっぴんだもんね、15歳。すっぴんですか。すっぴんだ、ツルツルです。で、こっちがひと夏、5月終わって一シーズン経って桜をバックにして撮ったとか、花をお祓いして待ってと動かして撮ったりとか、だからまだ15、6歳の時だったから、モデルさんとしてもまだ、自由演技っていうか、まだね、こちら側が撮りに行くっていう感じで、桜を撮ったり背負ったり花を持ったりとかして、なんとか利用して撮ったとかっていう感じかな。桜みたいな、こっちはね。そう、だからまだで、17、8歳になってくると、もう自分の自我がモデルとして出てくるのが今回やってた写真だったと思う。その前だね、15、6歳の時がこういう時にし、で、ずっとこっちを見てもらうと、じゃあ今度こちらですね。で、やはり広角でずっと撮った写真なんですよ。これポップアートが、ね、黄色いこういうの派手に写って、こういうの面白いなって、街角ショットでビールを背負って撮ったり、何を背負って撮ったり、だから花を、花の前のテーマで撮ったんで、花を意識してバックをビル大きく撮って、自動流し撮り、エスカレーター一緒になって、ああ、なるほど、自動流し撮り、自動流し撮り、だから低速シャッターで花は常に揺らして撮ってて、で、彼女は後ろ向いてるんで、これ上りで下りで行ったり来たり行ったり来たりして撮った写真で、もうすぐそろそろ終わるよって言うと振り向いて降りて、で、今度俺が下ると彼女が、つてさん、もうそろそろ終わるよって言って、危ない危ないって言ってね、それを交互に行ったり来たり行ったり来たりして撮って、このシーンで、これはズーミングえいって感じで撮ったし、だからみんな
ある程度動かして撮った写真、まだこの時代はあのモデルモデルで自分でやるっていう、俺が半強制的に絵を作るみたいなにやってくれた、頑張ってくれた夜景夜桜っていう、なんか本当に背景を背負って撮らないとまだ彼女も持たなかったっていうか頑張れなかった。あで絵になって、あこんな絵になるんだ、なる今度どうしようああしようっていうようなバッグを背負って撮ってたのがこの時代かな。おっと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 鶴巻さん、こんにちは。見てました。ありがとうございます、はい、偶然今日来ました。実はこんな時代の写真を、撮ってます。どうでしょうか見て。あ気に入ったの言っちゃっていいですか。いいですよ。あ こからいい。これはね冬のシーンで戸隠に行ったの。この時に初めてアートフィルターっていうのがついたのかな。でポップアートを撮れって言われた時、ポップアートで撮ったのがこの写真。手袋のピンクは派手になった白はしない。これ良かったかな。これ CP プラスで大伸ばししたやつ。これ逆光で綺麗な感じで、こういう感じだから、こうやって動いてもらって撮る、モデルでポーズしてっていうことでじゃなくて、この時代はだからこれも9ミリ、でレンズギリギリこうやって入ってくるのこれ土屋さんっぽい、で画面からはみ出ないやつもあったんで全部。あそうするとやっぱつまんない。で、はみ出るぐらいのが、面白い若さあふれてで、こんなのも手に、こんな枕の動きも、でこれをね、やっぱこれ何枚も撮ってるんですよ、当然動きのある写真が結構好きかな。で、町小巻みたいな枕それ私好きです。でね、好き、どれが好きとか嫌いとかっていう、みんなね、バラバラ。アンケートをね、今回写真、今回見に来てくれた人に感想書いてくれると写真プレゼントする。で、どれが好きなんですかとか感想書いてくださいって、みんなね、バラバラ。どれがいいとか悪いとかで、好き嫌いで、雪のこの投げたのが好きですとか、モノクロの動いてるのが好きですとか、このマチコマキみたいな写真が好きですとか、トイフォトのやつが好きですとか、雪遊びしてる写真が好きですとか、本当バラバラだね。あと好みなんだと思う。だからどれがいい写真だとかっていうことではないんだけど、アートフィルターで写真展やった2年前っていうの、あれ初めてだったんじゃないかな。アートフィルターで展示したっていうのが、そうですね、まだアートフィルターで展示ってなかったよね。なかった。プリント写真展で、だから日本で初めてアートフィルターで写真展をやった男かもしれない。本当に。そんでこれ雪よね、両サイドで、全部今日ネタバレで、今日両サイドでみんな一斉の背で投げてる。あ、これがすごく寒かったっていう。そう、まだこの時は日が出て、全身部が白いで、柔らかい光で、すごい寒くて、これなんかもう雨が降ってて、これなかなか雨が映んないんですよね。ストローも焚いたりなんかして、まだかなまだかなっつって、もう終わりって言って、で雪投げてって言ったらボンと、こいつ相当恨んでたな。コントロールでいいんだよ。そんなシーンで、今ここオリンパスの前で言っていいんだけど、で3時間ぐらい撮影してるんですよ、ここで大体、日中から夕方、日が暮れたら終わりっていう感じで、大体昼過ぎぐらいから入っていって、帰っていったら、
帰り道にポツンと黒いカメラが置いてあった E30 が置いてあった。あれ落とし物、行き落としていったものがそのまま置いてあったちゃんとありますんで今撮ってる時はね、あの2台ぐらいに回して撮れてたんで、3台目では気がつかなかったね。その人はね、これもね、顔見つめてね、ちょっとね、行きと同じ道に帰ったからという今だから、ね、ちゃんと今でも動いてます、ね、雪降ったら積もってたね。そんな感じ。これがね、またいいっていう人がいいんだけど、これ必要じゃなくて、本当にこの子はね、もう移動する車とか電車とか、普段もうすぐ寝ちゃう子だ、うんうん、で、こういうの普通に撮っちゃうと盗撮って言われちゃうんだけど、まあ、こういう人のところに撮ってたから、こういう仕草のワンシーンもいいのかな、うん、これもね、いいっていう人もいるし、本当に、ね、好き嫌いとか好みっていうと、あ、これがなんか芸術っていいですよねとか、本当にね、好みなんだと写真、これはこの握り拳がいいとか、で西日ギリギリでもう次のタイミングの10分後はもう日が落ちちゃってるとか、このススキに日が当たる瞬間で何分になるの、そういう時間帯にここ目指して撮りに行って、ケルビン9900みたいな、ああ西日は9900みたいな、であえてちょっと効果的にケルビンを上げてと、そんな感じのがこのシリーズよく覚えてるね。あの手この手その手で使って撮ったのがこの時代、うん、だから15、6歳の時の写真を見に来てくれると面白いと思います。うん、17、18歳も見て、であの手この手その手で仕草表情、女の子はなんかちょっとやってとかで、多分このポーズを手上げて下げて足上げてなんてやってると、うん、赤けて白上げてるみたいな、ぎこちないけどちょっと雪投げてるとかさ、うん、そういうことが普通の仕草になるんだと思う、うん、あのポップアートのポップアートのちょっと雪投げてとか、うん、あとは雪の次第じゃないかね、だからそういう動作をしてもらえばいいんだと思う。あとはポーズでちょっとそこでこっち見てとか、背景を作っといて撮るとか、バランスを作っといて撮るとか、本当にね、カメラがね、実はこの辺にあるのよ。14ミリ相当で、9ミリぐらいで撮って、雪にかかってもいいよっていうような感じで、蹴飛ばされるんじゃないかと思うぐらい。ぐらいの動きで。すごい。躍動してる感じが、若いって感じがします。で、これ、ラフモノクロームがね、なんかいい感じで、こういうのもいいなって。すごい露出難しいの、ね、プラス2段ぐらいするの、プラス2するって結構勇気いるじゃない、だからそういうことをして飛ばすとか飛んでいいんだから、あとはもう雪次第だね、これがね、キラキラなんか曲げてみたいな、この時のあれで随分あの関東もなんとなく絵になるっていうか、疲れた1年目だったりとか、新緑の頃と全然表情が、うん、だからそういう風にして1年間ずっと付き合ってみて、あとは背景を背負って撮りましょうとか、桜のイメージでどう撮ろうかとかっていう風に撮って、これは本当に夕日出るか出ないかっていう時に撮って、あとはこういうのは波次第だもんね、いや女の子だから背中じゃなくてちょっと横に立ってとか、
まだ凹凸がないよねみたいな。じゃあそんなので女性らしさと髪の花の輪郭が分かるか分かんないみたいなけど違うじゃない。なかなかポートレート撮るときにやっぱその背景をいかに生かすかっていうのが一つとか、あと太く写る同じ正面で片開くで上一つ写るとか足を2本するのか1本にするのかっていうことから始まってこう作ったりとかしていく感じ。あとは先生堂々とこうやって見てうまく取っていくとかを入れたり、あとさっき言った雪投げたりすることによって普通の帽子投げてこの動作いい笑顔ですね。ここにつけるの難しい、じゃあちょっと投げてみてとか、あとはこのタイミングがあるかないかをちょっと狙うからこういう仕草はジャンプしてとかちょっとまたいでみてとかそうやって仕草を作っていくと最初はいいのかしら。あとはもう背景を作ってあげて、であとはやり取りをしてとか言ってと全部、あとは堂々と撮っていく感じは多分ポートレートではできると思うので、多分こういうことが多分みんな難しい感じるんだと思う。こっちのストロボ技はね力の技なんで、さっきの鼻の埋まったりとか、これはそうだよね、こういうのは力の技なんで、こういう面白いのがあったらこの真ん中に入ってもらうとか、これ光学技結構使うんで、本当はこんなシルエットじゃない、これだったら。だから、ここで補助光を焚いてあげて、10分の1で、こうやって。で、これが面白い感じになる。で、そういう効果を狙うとか。こんな感じで、15、6歳の少女から大人になる前、撮ったんですけど、どうでしょうか、鶴巻さん、少女時代のこと。少女時代、つい3年前ぐらいの20年前の10年前の視点で、はい、いや私はなんか写真で生と動だと生の方が好きなんですよね、撮るのもだからやっぱりね、こういう写真とかさっき のラフモノクロームとか、そういうのに目がいっちゃうんですよね。これ元気なのも好きなんかもう彼女そのものが出てる感じ。これなんかじゃあ象徴的だったんだ、もうこれが一番デビュー作のね、このショットが撮れたから、イーサンでよくこれだけボケますねって言われてたけど、ボケるんですよ。で、堂々と撮りに行く感じでいいんだと思う。あとは広角で少し。こうやってとか背景になると、それで光をねここだけためるのよ、わざとハイライトで、でアクセントにしてとか、でこっちで補助光を銀でチラッと当てたりとか、こういうのもハイライト当てて、もう水でも補充しないと発散するよと、光の少女みたいな、でそういうシリーズでこれはハーフコーツこれを作ったんだけど、で、こんなのに詰められれば、多分この時はね、さっき力技でも何でもないだろう、もう見たまんま撮るイメージだったの、もうだって初めてその大きいカメラを向けられたっていう、だって本人が言って、どこにいざ大きいよねで、レッグ版普段当てられたことないんだと思う、15歳の時ないですね。未だにないですね。その時に多分映るんですよとか、コンパクトカメラみたいな、そういうのは隣同士で撮ってる望遠レンズで撮れてるが、この時初めて映ったの。でそれでこういう手応えがある写真が撮れたんで、じゃあ撮ってみるかい、続けてみるかい、で一夏冬秋って撮ったのがこの時代。
でまさか、ね、ジャパンの表紙にたどり着くとも思わなかったよね。3年後とかね。ね。すごい。大人になって。大人になってる。3年間。で、3年目、4年目、こうなるとは思わなかった時代だもんね。それが、銀座でやったのが今やって、で、今月いっぱいまで、こっちのが15、6歳の方も出るって同時に開催したんで、ぜひ、こっちも見てもらいたいなと思って、今日来てもらった。で、女の子の16、7、8か、15の終わりだったから、で、18の終わり、ここで、この5月で19になったってことだから、16、7、8時代は、ね、撮ったのかな、うん、女の子の16、7、8ってそんなに変わるんですか。あ、1年ごとに変わるじゃないですか。1年ごとに変わる。1年ごとに変わる。一つ過ぎるとスカートが長くなる。短くなる。そんなには長くなる。そんな時代に立ち会えたのは面白かったのかな、で、彼女もこうやって記録に残せたっていうのは、財産なのかなと、俺の写真で、お手伝いできたのは良かったのかなと思って、だからこうやって3年間を終えたっていうのは奇跡で、3年後こうなってみるか、なってるのかって分かんないし、今はこの JJ の専属モデルだよね。セブンティーンのグランプリになる前、そこになりましたとか、それでこういうことをやってみました。で、一シーズン経ちました。で、ここまでできたので17、8歳、去年ロサンゼルスまで行って撮ってきましたっていうことが続けられたのは、僕も勉強になったというか試されたというか、毎回がチャレンジだった。ただ、綺麗な子を撮れば絵になるっていうのは当たり前のことなんだけど、難しいのかな。一人の子がこう、もう土屋に撮られるのは嫌だって思われ、言われちゃったらそれまでだし、こうやって続いたのは奇跡なのかもしれない、お互いに。もういいんじゃないとこっちも思うこともなく。瞳シリーズっていうので、一応2つ。瞳の中の少女と瞳の中の天使。で、まあ、15、6歳の時代ののは取り下ろしできないんで、一応、蔵出しになっちゃうんですけども、こういうのを同時開催できたっていうのは、ちょっと自分の中では自慢、自負できてるところかな、やろうと思ってできないと思う。で、今回、こっちは1ヶ月どうも無難なんで、今日はで、銀座でやってたのは、まだあと1週間こっちがありますので、ぜひ両方に来れたらこっちの足を運んでもらいたいかなと思ってます。どうでしょうかね、そんな、少女の写真を見て、いや私もちょっとこう長く誰かを撮りたいっていうのは前からあったんで、ちょっと羨ましいです。若い少年なんですか。いや、私も少女が好きなんですよ。女の子の方がそれリアルなんだと思う。そういう意味では。そうですね。彼女もその可愛いものが好きだとか綺麗なものが好きだっていうのは、女の子の方が普段化粧をしているとか、こういうアクセサリーをしているのに、やろうは無頓着だから、そんなに女の子っていうのは普段色にも口紅をさしていたりとか、そういうのにも敏感だし、ああいうワンポイントのお花でも反応する。目がこう、こちらの写真、これもすごい、その女の子がすごい見つめてるっていうのがすごい。まつげ、なんかね、なんか本当か嘘かわかんないけど、
マットボーカーで10本とかそういう単位乗るらしい。あでも乗りそうです、ね、すごい。すごいよね。ちょっと確認しますもっとね、10本とかそういう単位乗るらしい。10本もっとかな。だからこれもマクロで乗って、で背景をちょっと梅の写真に放って。彼女の唇？自分の？いや私は最初モデルさんを撮ってるレクチャーして撮ってるんです。でその後にモデルさんが私を。で最初はそういうやり取りが、うん、あのコミュニケーションなんだと思う。だからそこから始まればいい。最初はどう撮るんですかって言われるけど、どう撮るんですか手前がいっぱい。うん、もうやることいっぱいある、うん、手前にあるでしょ、うんうんうん、それが肝心なんだと思うと、うん、撮ったから撮られた、うんうん、そういうやり取りの瞬間がそういうことにつながるんだと、うん、モデルさんを撮るときっていうのは相手も感情があってっていうことなんで、うん、その反応が面白いよね、うんうん、そう会ってすぐ撮れるものと時間がだんだん経って撮れるものと、そう、うん、そう、おっしゃる通りだと思う。第一印象で撮るっていうのがまず一つの方法、うん、それはもうこっちは感じるとか見つけるということで、うん、あとはその背景を生かすのにどう生かすかとか、うん、あとはそこまでの移動の途中の会話とかがそのまま作品になっていくの、うんうん、なんかその日のお互いのテンションとか、もちろん、ね、男と女の子ではまた違うと思うから、うん、で天気がいいと悪いで気分が悪くなるでしょ。なりますね。ありますよね。これが。だからそういうのを悪いなりに感じてあげられれば、それのアプローチをすればいいんだと思う。うん、それでこう寒かったらこう。雪を投げるみたいな。思いっきり寒さに耐えるように寒さがられてさせると、うん、そうすると寒いって表情がすごい出てましたもんね、うん、もうそれを強調してしまう、うんうん、で、ほっとそっと歯終わりっていう時に、うん、じゃあ雪でも投げてって言ったら本当にこっちに投げてきた。本当本当いや本当に嫌なんだな。じゃあ冗談も半分だけど、そんなやり取りとか家庭とかが映るんだと思う写真、それをオリンパスの教室でも随分やってるの、うんうんうん、その手前の段取りが半分以上なんだ。通る技術は多分そこそこできるようになるんだと。写真教室行って1回目でも撮れるんだと思う。でもそこまでの過程にたどり着くまで段取りをイギリス行くのには何か準備するじゃん。バッグで買うとか、そのバッグがなければ両手で持たなきゃいけないから、手が塞がるから、塞がないようにするにはどうしようかとかから始まるじゃん、リックに。そしたらリック、両手空いた写真を撮れるようになる。多分そこをリック持っていくロケと持っていかないロケって違われます。違うの、撮影のスタイルが気分も変わります。そんなのが一時がバンジー、いろんなのが総合重なって、うん、そんなのを多分彼女の教室でも学ぶと思うし、うん、俺の教室でも学ぶと思うし、うん、底辺かける高さまでにってみんなこれどうやって撮るんですかって質問されるけど、それだけ教わらればそれだけは撮り方をその場では分かるけど、それでこう映したい何かにあったときにそれが映せるかどうかっていうのとまた同じシチュエーションじゃないですかね。毎回天気は見えない
何分の1で撮ったんですかって聞く、125と250の差を言ったって相手の体調とかによっても動きはまた、データをちょっと気にしすぎる人はいますよね、それは二人が死みたいなところで覚えてるのとまた違うんだ、二三が六、間違えた、でそういう決まり事だったと思う、だからそれをサザンが九で、まっとうじゃない、サザンがあったらサザンオールスターズぐらい言ってますで、そういう発想がなんか、味の素なんだ、商品名っていうそれ大丈夫です、スパイス、スパイス、スパイス大丈夫です、サザンがオールスターズって言っちゃう、サザンかの中ぐらいつながってもらえないの、そうすると、あの手この手ってなる、なんで意外とみんな固まった発想が多いよ、サザンがというと急になっちゃう、例えばですよ、発想とか、それでもサザンを起きたとサザンかにやらなくなるまで来れば面白いじゃん、ベトナムの写真を横浜で撮るとかさ、ベトナムの写真、ベトナムの写真、横浜に見せるの、これも技なのかもしれない、だから何でもそれあの話のあれなんですけども、ごっちゃごちゃになるのかもしれないけど、そういうふうな考え方を一つ取っていけば、レフ板一つも白いものをやっていけば、このね、顎、ほら、色白になるじゃない、色白、喉元がパッと、パッと明るい、これちょっといい感じじゃない、この首、スッとしてて、だから、こんな猫は一つを持つか持たないかでは本当に何でもいいと思う、これ白いものだったらこんだけ違うんだよ、違います、っていう発想が、この時にあるかどうか、ここに、あとは光のバランス、後ろのバランスと手前のバランスを考えるのは写真の技術云々で覚えればいいし、あ、これだったらちょっとここに影が出てるからちょっとこっちから当たってるとか、で、柔らかい光を全体に当ててるとか、強い光をこっち側から当ててるとか、で、透明でこの辺からワンポイントで入れてるのとか、光を整えていくとか、それは技術は経験と体験で覚えていくらいいし、あとはそんなことを体験していけば引き出しになるから、経験としてもう本当、土屋先生の写真教室の時はいつもさすがっていうのが、あの本当にその場でこうパッパッパッっていう瞬発力という、その瞬発力をっていうのが、あの必要なんだか、もう写真が、決断力、ここでスタート、ここで行くっていう決断をしなければ、あの瞬発力ならないから、それでこう今まで習ったことを忘れないっていうのも記憶能力、写真記憶能力、だからあれどうしたんだっけってまた同じ失敗を繰り返しちゃう、だから何度教えてものれんにグーみたいな、あの俺に腕何、腕を締めほしい、床に首とか、なんかそういうことになるんですよ、何か教えても、なんか写真記憶、はい、こんにちは、記憶です、で、写真記憶能力、なんか覚えておいて、さっき三脚、夜景だったら三脚必要でしょって、段取りをする、右にすると、だから、あの時こうだった、だからスローシャッターで何分の1まで切れるって記憶してるから、その夜景に役立つと、写真記憶能力、写真誕生日能力、写真決断能力、サザンカの能力、写真発想能力、ユーモア。
ユーモア、うん、発想をてくれ、あれを見てどう思うか、うん、丸を見て何を思うか、うん、丸と言われたら何の発想、月っていう人もいるし、うん、お団子全然違うかも。それで、月見ができる、あ、月見がという発想になるじゃん、うん、丸ったらアンパンなのかもしれないし、うん、丸だけでも違う、うん、写真発想乗る、うん、で、あと決断、ここで行くぞ、うん、だから勇気を持って125分の1なのか、うん、あのブレてるのだったら15分の1なのか、うん、15分の1で取らなければあの動画はないよ、うん、安全でブレないように取るということを教わったら125で撮りましょうっていう教え方をすれば簡単じゃない、うん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 、だからそういうことを知識の中で何分の1っていうのを意識する、ピントを合わせるんでありがたがって社会診断は覚えてるよね、うんうん、解放するとボケますよって教えてるでしょ、絞るとピントが合いますよって教えてるでしょ、それを簡単に教えるよね、理屈だから、うん、だから被写界診断を教えてもブレ診断を教えてないでしょ、うん、あ、教えて、あの私のところ初めての方が、それと同様に教えてもらいたいの、被写界絞ると優先と、あのモデルさんと向き合うのがもう必死で、うん、だからそこまでついていけないともうぐちゃぐちゃになっちゃって、一個一個だから被写界深度と同様にブレる深度を125と250って倍違うの、同じ速くても、うん、これ60分の1だと思う、ここでしょ、うん、一番半回でしょ、それが45度また違うでしょ、125、それだけ違うっていうことを、絞り優先だとみんな振ったスピードを今いくつって分かりませんって言ってて、うん、そこは気にしてないですね、うんうん、だからシャッタースピード優先で撮って絞る優先を意識させるぐらい、あ、ずっと両方意識する、うん、なんか本末転倒みたいなこと、うんうん、だけどそのぐらい同等に考えてあげて、うん、いいんじゃない、うん、だから P でいいですよ、あ、ちゃんと数字をしっかり、うん、でシフトすればいいよ、どっちが早くしたいのか、ピント合わせたいのかって、うん、キャパの表示、P です、全部プログラム、プログラムで、うん、でも別に絞り優先とかじゃなくてもいいんだよね、うんうん、自分の中で、バインの中で絞り映ってるから、うんうんうん、今いくつで出てるよね、うん、125分の1の 8S と 5,6S、うんうんうん、それが5,6だったら、うん、もうちょっとカメラが合わせたべって本当に8にする、うん、だから常にその両方を見て意識してる、うん、まあいい、それは8だけみんな見てってさ、うん、先生今日はいくつで撮った方がいいですかって聞かれて、優しい先生だから8でいいんじゃないですか、ね、そしたら1日中8で撮ってるその生徒さんも、あ、そうなりますね、めっちゃ気に入ったな、撮った方がいいんじゃないですかって、このスチューは8だけど逆光来たらとか、ね、うんうん、歩いてなきゃいいけど、うんうん、だからそういうことにもなりかねないんで、うん、あの臨機応変とか、うん、逆で撮ってたらいい、うん、いいじゃん、うんうん、でちょっとシフトする、うん、この動作をみんなちょっと親指と人差し指の、うんうん、だけの話だから、それはカメラに使われるんじゃなくて使おう、せめてシャッター周りぐらいやれれば相当もう、そうですね、ぜひご自身のカメラはそうですね、愛してあげて、自分はだってね、アクセルとブレーキぐらい分かるもんね、それなのにカメラはシャッターボタンしか知りませんみたいな話言ってるのと同じだもん、だから免許制でもするかカメラも隣に教官が乗って
で共感が乗ってっていうことをやってる時しか写真に、いい写真が撮れないって話になっちゃうの、写真教室そういう伝え方するの。だから、うん、自分のカメラだけは最低限覚えてる、うん、このカメラどうやるんですかっていうのは、まあ、最初のうちは教えてあげてください、うん、とっつきにくいけども、うん、最低限アクセルとブレーキ、うん、ドローンぐらい、ヒントとシャッターとシフトレバーぐらい、右とか左とか、うん、そうやってウインカーぐらい覚えてる、うん、ウインカー、サイドブレーキ、最低限とか、うん、ドライブみたいなことなんだと思う、うん、すごい皆さんのためになったんじゃないですか。そんなことを、うん、数学教室行くと、うん、ちょっと、うん、優しく教えてくれると思います。優しく結構厳しいっていう噂を流してるんで、そんなことないですか。すごい優しいです。ほふく前進のシーンが誇張されてますよ、うん、アングル効果で、そうそう、ちゃんとそういう流れの中であるだけで、いつもあれなわけではないぜひどう思いますか、土屋教室の印象は。いや、スパルタと聞いてる聞いてる、噂で出たことないじゃん、これなんか噂です、一回参加したいなみんなでそうやって経験一回参加者で噂がね、厳しいという噂を流してね、うん、俺のところ来させないいやいや、あ、もうじゃあ次鶴巻先生の教室を受けたら、うん、もう次はもう満を持して満を持して土屋先生のところに行っておいでとじゃあ先生背中を、俺らしいよね、なんか美味しいもの食べてんなとかえ、なんか、え、船乗るのって優雅な感じで船乗りましょう、はいつくばってんのにさちょっと菅さん、そこのとこどういうことなんですかみたいな、今日は菅野さんがカメラマンをしております。でも楽しくね、写真見は、俺たちの時はなんかカニさんの楽しい写真が上手くなるから、そうですね、楽しんでもらう、うん、でも女子たちもその楽しみは今まで一言だったんだと思う、きっと。でこれ弁とかになって身近になったんだと思う。本当ゾクゾクワクワクする感じがありますもん、うん、大したね差じゃないんですよ、それはビールの泡の部分の差なんですよ、俺たちとみんな一般の人って、そう、うん、ビールって泡がないとワクないんでしょ、うん、そうです、俺飲まないから分かんない。7対3。あれ泡だけど、多分ね、泡の部分俺たちはうまいんだと思う。写真、テクニックしてたけど。中身はね、カメラ全部撮ってる。原材料変わんないわけだよ。まず原材料、注ぎ方でこうなるか、こうなるかが。その泡の部分が、多分アマチュアの人とプロの差ぐらいだと思う。中身は僕、同じカメラで撮ってるんだから、何が違うかって言ったら、飛んでごらんみたいな。投げてごらんとか、さっきの絞りがブレたとか、うん、手が右手がこうだじゃなくって、そういうシチュエーションを探すとか、さっき発想とか決断とか、うん、なんだと思う、結構いいね、すごい充実した内容で、すごい保存版、うん、保存版ですね、これ皆さん土屋組はみんな見ないと、うん、正座でこうやってみんな見ちゃう、次の講座は受けれないとなんかキーワード入れとくもんか、ちゃんと見たかどうか、見たかどうか、合言葉を、それを言わないと、うん、次はもう熟慮払っても入り口入れない関所、関所で、なるほど、じゃあこうハンドルの操作とか、なんかその辺でこうウインカーって言ったらサイドブレーキとか、そう変わるみたいなそんなの、ね、多分じゃあなんか考えよう、うん、サザンガって言ったら、サザンガって言ったらオールスターズ、じゃあキーワードですね、キーワード、サザンガって言ったらオールスターズで済むかどうか違うの考えじゃあサザンガと質問したら何か答えてください、ね、そのぐらいの、うん、あ、それでいいと思います、うん、例えだからね、あくまでそれを写真に置き換えてくださいって、うん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 、でそんなのはね、やってるんだと思う、うんうん、みんな出たりになって、それが、うん、手軽になってきたんだと思う、うんうん、冬の時は写真の術を使えた人がカメラマンなんだから、うん、現像までできて、
上がるのを想像して作ったの、うん、今も手前でできるかな、ずいぶんそれは絵作りは3倍早いんだ、うん、だから発想の差、うん、決断の差だと、うん、段取りが今までフィルムの時はちゃんとしなければできなかった、うん、もう用意するものがたくさん、うん、写真、記憶、能力、知識がないとできなかった、うん、発想と決断が長けた人がいる、こうやっている、うん、で総合力全部揃って、うん、何かが足りなくても、ね、あとの3つでカバーしてくれます、うん、段取りを、うん、あ、1個これが足らなかったって思っても発想が作業が足りなくても、うん、レディーズが足りなくても、うん、作業が足りなくても1曲で頑張っちゃうとか、うん、レディーズなくてもちょっとセルフタイマーでやっちゃうとか、うん、なんかそうやって段取りがなければ記憶能力で写真の補うとか、うん、体調悪ければ決断力は鈍い、うん、でその分はそういう経験で補うとか、うん、発想で補うとか、うん、4つのうち3つがある、うん、でそこそこ取れるんだ大体、うん、これ以上これ以上痩せれないんで、あのフルマラソン 42.195kg みたいな、うんうん、本当先生この写真あの確かあのススキの写真を見せてもらった時にすごいと思ったら先生もすごいなんかすごいこうふってなっててなんかすあの時に前日にカメラを渡されたんだよね。だからそのカメラのあれを操作できなかったのまだ発注が来ちゃうんだけど、うんうんうん、そんなのの綱渡りで、ね、特にこのシリーズはね、うんうん、30とか6人までの時代だったから、だからアートフィルターもどんなのっていう時代だったし、であのファンタジックを階段のやつ出したとかしたと思うし、で、とにかくね、おゆかさんね課題いっぱい投げるんだよ、そのイベントにジェントルセピアとかね、今まで絵とかないのにさで、急に動画を入れて、ね、動画を入れてとか名作ですから、あれドキュメンタリーモード、うん、ドラマチックとドラマチックモード、うん、あの時空間、超時空間ボーデンとか、うんうん、ドラマチックとか、ドラマチックに空を落とすとか、うん、3日で終わりなんとったそうですね